聖書ヘブライ語は、ヘブライ語聖書の本文に使われている言語であり、紀元前200年以前のヘブライ語を言う、古代ヘブライ語とも呼ばれる。聖書ヘブライ語は、鉄器時代に使用された、セム語派北西、セム諸語の一種であり、フェニキア語などと共に、カナン諸語を構成する。語彙の上からは、他のカナン諸語と共通する点が多いが、フェニキア語のような北部の言語とは異なる点も多い。 例えば存在を表す動詞は、ヘブライ語でハイであるのに対して、フェニキア語では KWN であり、する、作るという意味の動詞は、ヘブライ語で、サイに対して、フェニキア語は P、リットルである。黄金は、ヘブライ語でゼッチェビーであるのに、ウガリット語、フェニキア語では、R という、など。ヘブライ語聖書は、紀元前千年期に書かれたが、 現存する写本で時代のわかる最古のものは旧世紀のものである。ただし、紀元前1世紀頃のものと考えられる。司会文書中には、聖書の断片が含まれるほか、聖書以外の多数のヘブライ語の文書が含まれる。秘文は、紀元前10世紀より古いものはなく、また十分な資料が現れるのは、紀元前8世紀に入ってからである。秘文からは、 南北で異なる方言が使われたことがわかるが、特に南部のユダ王国の碑文は、基本的に聖書のヘブライ語と同一の言語で書かれていると言って差し支えない。ヘブライ語に方言差があったことに関しては有名なシボレトの故事がある。文字としては最初ヘニケア文字から派生したコヘブライ文字を使用したが、バビロン保守以降は主にアラム文字を使用するようになった。ユダヤ人の使った アラム文字の編集がヘブライ文字である。ただし、アラム文字自体フェニキア文字に由来し、文字体系そのものは同じだったため、アラム文字への移行は単純なものだった。古代のイスラエルは複雑な国際関係の中に置かれ、ヘブライ語には多数の借用語という形で、それが現れている。特にアラム語の影響は早くから見られ、時代とともに影響が増大していった。 他にエジプト語、アッカド語、古代ペルシア語、ギリシア語、ラテン語からの借用語が見られる。モーセ語初中の詩文である、ヤコブの祝福、イドの歌、後悔の歌、モーセの祝福などの言語を指す。ダビデによる、イスラエル統一王国の成立以前の言語と考えられており、三文部分の言語との違いが大きい。なお、デボラの歌が、聖書最古の部分とされることがあるが、 言語はむしろ後期聖書、ヘブライ語と共通する。紀元前1000から500年頃の言語。聖書の主要な部分はこの言語で書かれており、競技の聖書ヘブライ語はこの言語を指す。古典ヘブライ語とも呼ばれる。紀元前500から200年頃の言語。後期古典、ヘブライ語とも呼ぶ。エズラキ、ネヘミヤキ、歴代史、ダニエルガキ、エステルキ、コヘレトの言葉。 ハガイガキ、ゼカリアガキ、マラキガキ、ヨナショなどがこの言語で書かれる。ミヤビカ、ヨブキ、および、詩幣の一部分も、この時期のものではないかと推論されている。サマリア語書の言語もこの時代のヘブライ語の資料である。紀元前千年期のヘブライ語の発音については、不明な点が多い。6世紀以降に、マソラ学者によって正確な発音を表記する工夫が、なされ。 その一つである、テベリア式発音の記号が、聖書には付けられている。各地のリサンユダヤ人は、それぞれ独自の伝統に従って、聖書を読んだ。イスラエルでは現代ヘブライ語の発音で聖書を朗読している。セムソ語には29種類の詩音が立てられるが、その内場ま擦音の系列は、ヘブライ語ではそれぞれ、Z に融合した。また、強制音のシータは、S。 に融合した。ヘブライ文字で一つの死因字がセムソ語の複数の音に対応するものには他にがあるがこれらの音は同じ字で書かれていてもヘレニズム時代にはまだ区別されていた可能性があるティベリア式発音ではこのうちの区別のみが残ったがおそらく後者のはすでに S に融合していたヘブライ語で強制音がどのように発音されたかは不明である 本来は、放出音だったかもしれないが、後に、アラビア語圏では陰頭化し、ヨーロッパでは単純なシーンになった。他に、セムソグに由来しないシーンとして、ギリシア語やイラン語派の無機音の P を表すための強制音のがあったと考える学者もある。6つの破裂音、PBTDK は、母音の後の重心以外の位置で、摩擦音、FVC た X に変化した。 本来これらは音韻論的には条件イオンであって音素としては同一だった。しかし後に条件を成り立たせる母音が消失することによって音韻論的に異なる子音になった。高音と呼ばれる四子音、H は時代と共に弱化し、また周辺の母音の音色に影響を与えた。これらによって以下のような不規則な現象が引き起こされた。 ヘブライ文字では YWH などの詩音を表す文字を母音のために転用することがあったが、聖書においてはこれらの文字を入れるか入れないかが不規則であり、同じ語でも複数の綴り方がなされることがあった。中世の学者によって付けられたニクードによって正確な母音が判明するが、この記号によって示される。テベリア式発音はヘクサプラでギリシア文字によって付けられた母音とは、 必ずしも一致しない。セムソ語には単母音、AIU、超母音、REU、二、e、重母音 IO が立てられる。これに対して、ヘブライ語のティベリア式発音では七つの母音、AEIOU、優、e、勢の手話、三つの最短母音、の合計十一の母音を立てる。慣習的な本字では、十二世紀のヨセフキムヒラによる、超単語母音による読みを反映して、 おえで、お長母音は、ああ、短母音はお、おおおおで表すが、これは、マソラ学者の本来の意図からずれている。聖書ヘブライ語には単語に、停止型があり、息の切れ目に置かれた単語を長めに発音する結果、母音が変化することがある。セムソ語の長母音のうち、ーウーは、ヘブライ語でもそのまま残ったが、ああは、おに変化した。二重母音は、 強制がある場合には原則としてに音節化し、そうでない場合には、紀元前千年紀後半以降に単純母音化して、AO になった。一方、セムソ語の単母音のヘブライ語での変化は複雑である。一般に、強制のある音節では長母音、ああ a o になった。ただし母音が A の場合、重子音で終わる音節では短いまま残り、 死因結合で終わる場合には A は E に変化して、さらに死因結合の間に音挿入がなされた。強制のない場合、開音節では位置や品詞によって、長母音、または手話に変化したが、平音節では短いまま残った。聖書ヘブライ語には二重母音は存在しない。聖書ヘブライ語の音節は原則として、死因で始まり、開音節、または平音節であるが、 CVCC は5末にのみ現れる。ただし、接続詞 W が U に変化する場合のみ母音で始まる。ティベリア式発音ではシュワを持つ音節が2つ続くことは許されず、CC は CIC に変化する。強制は多くの語において最後の音節に置かれるが、最後から2番目に強制の置かれる語も少なくない。名詞、形容詞は2つの性。 三つの数、訂正を持つ。また、名詞が別の名詞を、後ろから就職するときに、就職される名詞は連合型という特別の形をとる。女性名詞には、設備字 R、または T が付くことが多い。複数形の設備字にはイン、OT がある。後期聖書、ヘブライ語ではインに代わってインの形が見られる。総数はアイム語尾を加えるが、タイになった名詞に使用は限られ。 形容詞には使用されない。定冠詞は通常ヘクタールマイナスがつき、名詞の最初の詞音が重詞音になる。最初の詞音が喉と、または R の場合には重詞印化されず、定冠詞がハーマイナスに変化する。不定冠詞は存在しない。前置詞 B、K、L の中でのように、えが定冠詞の前につくと、前置詞と定冠詞が融合しては、 ラマイナスのようになる。認証代名詞は3つの認証、2つの数があり、1認証以外には2つの性の区別もある。また、独立した代名詞の他に設備字型を使用するが、名詞につく場合は、名詞が単数か複数かによって異なり、動詞につく場合には、動詞が完了型か未完了型かによって異なる形をとる。指示代名詞は、近章と遠章。 二つの数、二つの性で異なる形を、取る。疑問代名詞、みー、誰とミリアンペアアワーは、何は変化しない。関係代名詞は時代によって異なり、通常の聖書ヘブライ語では、アッサーを使用するが、陰文では、セ、ツーのような指示代名詞由来の形が使われることがある。また、後期聖書、ヘブライ語では e、E マイナスという全接合を使用する。 動詞には、完了型と未完了系の二つの形があり、それぞれ三つの認証、二つの数、二つの性により変化するが、他の多くのセム語と同様、完了型には認証設備字がつくのに対して、未完了型には認証接頭字がつく。聖書ヘブライ語の変わった特色として、接続詞はマイナスの後に未完了型がつくと、完了の意味になり、逆に接続詞 W が、 完了型につくと未完了の意味になる。これは、歴史的には、ヘブライ語で、五末母音が消滅した結果、古い完了型と、新しい未完了形の形が同一になってしまい、和マイナスの後でのみ古い完了の意味が現れている、ものと解釈される。未完了型からは命令形、指示系、願望系の三種類が派生する。動詞には、能動と自動の二つの分子と不定詞がある。 動詞語化には、パール、ニフアル、ピエル、プアル、ヒフイル、ホフアル、ヒトパイルの七つの形がある。語根を構成する三詞を QTL で表すと、完了型それぞれカト通る、ニクタイル、キタル、クタ,ルクタイル、ヒクタイル、ホークタイル、ヒキャトルとなる。ニフアルは、中道自動体的な意味を表す。ピエルは、本来多動詞化の意味を持っていたが、実際の動詞では、 カルトの違いは不鮮明である。プアルはピエルの受動体、ヒフイルは死液、ホフアルはヒフイルの受動体、ヒトパイルは自動詞的、反射的な意味を表す。文の基本的な語順はビッソ型だが、スボ、オブス、ボスなどの形も珍しくない。ありがとうございます。